佐賀競馬のレース展望番組、佐賀競馬、パッカル情報局。第八十五回、二月二十三日、土曜日、レース展望、こんにちは、新コーナ青木里奈です。そして、今回の解説は、競馬専門誌、日本一の小賀さんです。小賀さん、よろしくお願いします。お願いします。なんだか、お久しぶりな気がします。そうですね。はい、というよりも、こう、初めて、ここに入るので、はいはい、こう、カメラワークが分からなくて、こっちのモニターを向いて、こうしようったら。え、初めてですっけ。 あ、二回目です。そうですよね。はいはい、この背景が変わってからの初めてですよね。いねはい、そうですね。いやこれ難しいんですよ。はい、カメラこっちですからね。そうですね。モニターこっちなんで体がこう向いていまうんですよ。そっち、そっち、こっち、そっち。ちゃんとカメラ目線でお願いいたしますよ。はいはい、この後あんまりカメラ映りませんけれども。わかりました。よろしくお願いいたします。はい、ます <laughs> それでは今回の展望レースに参りましょう。今回の展望レースはこちらです。二月二十三日土曜日注目レースは第九レース。 立春特選 C2-1 組そしてメインレース第10レース加瀬川賞オープンですそれでは解説始まりますまずは注目レース第9レース立春特選 C2-1 組の出走メンバーです距離ダート1 4 0 0ル、午後4時35分発走サラブレット系4歳以上12頭立てのフルゲート戦になっていますそれでは小賀さんの注目場をお願いします はい、えー、まずは、ですねもともと上のクラスで連勝していた馬なんですけどもね、まあ、前回叩き2戦目ということでしっかりと2着ミスベルを破っての勝利でしたからね、えー、復活勝利と言っていいでしょうしねもともとこのカテゴリーでもですね28秒5という素晴らしい時計を持っていますからね、えー、自力では上位の存在だと思います。 それからシンシアリティですね、えー、もう回3連勝中ということで、えー、最も勢いもありますしね、えー、まだまだ時計も積めてきそうですからねこのまま好勝負しそうですね。それからマックス・ステラですね、ここ最近なんかマイル以上の距離で3着、5着というふうに前線はしていましたけどもね、まあ、今回、距離条件が好転したということで、まあ、この馬も前回5着から前進する可能性は高いと思います。 それから名称黒鷹ですねまこのまま前回はですね3着と5着しましたがねマックスステラに先着をしていますからねま金層なんかは8、5、4着という風に成績も上昇していますからこのまま距離条件が短縮されますけどもね楽しみがあると思いますありがとうございましたそれでは続きましてメインレース 第10レース、加瀬川賞オープンの出走メンバーです。距離ダート2000メートル、午後5時10分発走、サラブレッド系3歳以上、8頭立てになっています。小賀さんの注目場はこちらです。はい、えー、まずはスーパージェットですね。まあ、前走差がきね六着というふうに、まあ掲示板に、えー、届きはしませんでしたけどもね。まあ。えー まあ地元場で言うならあのグレートパルに続く前線をしましたしまあそんなの、栄心西馬ですかねえあの馬にも先着もしていますからねそういったことを考えますとえまあ距離条件なんかまずえ問題ないでしょうしねまあハークレー大商店のステップレースということでえいい走りができるんじゃないでしょうかね。それからフォークローバーですねまあ今回一気に距離が伸びますけどもねやはりあの中島記念 いくらか距離が長いのかなといったところでもですね5着に掲示板にも、えー、交戦しましたし、まあ、前回はですね、えー、ウェーブキング2着ウェーブキングに先着してのものですからね、まあ、今に勢いならば、えーまあ、この 2000m という距離も問題ないんじゃないでしょうかね。 それからスーパーノバですね、ここ最近なんかちょっとスタートがうまく切れずにはいますけどもね、もともと持続力が、えー、に優れているタイプですからね、まあ、こういった 2000m の距離の方が合うと思いますね。それから追いかけましょうですね、まあ、前回2着に交戦しましたようにね、えーまあ、前々回なんかもスーパーノバとコンマ3秒差というふうに、まあ、わずかの差でしたからね、力関係を考えても上位進出は可能だと思います。 ありがとうございました。それではここで重症レースレポートです。2月17日日曜日に実施した NBC 杯第15回比演賞は山口勲騎手騎乗のニュールク号が優勝しました。関係者の皆様おめでとうございました。それでは以上、佐賀競馬パッカル情報局第85回2月23日土曜日レース展望でした。 佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は3月2日土曜日、3日日曜日の配信を3月1日金曜日の夕暮れ時に配信します。それでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょう。さようなら。